ートレース鳴門が舞台のマスターズチャンピオン。2日目の攻防はこれより第8レース予選競争です。1号艇原田幸也、2号艇田堂実、3号艇黒崎達也、4号艇林義則、5号艇菊池光平、6号艇平尾貴則、以上6選手の対戦です。枠番通りに収まります。絶好枠人気を集める原田幸也インコースの進入。先の地元大村での G1 周年記念、プレッシャーもあるいはあったかもしれませんが、強い責任感で見事に V を飾りました1号艇原田であります。そして2号艇田堂実2コースの進入。昨日は強い風の中、オープニングカードから03のスタート、選手間でも驚きの声が上がっておりましたが、かつて F3 本で G1 も制したその強いハート、それを見事に披露しています。2号艇田堂、3コース3号艇黒崎達也、構えていきます。昨日惜しくも5着とはなりましたが、アグレッシブなレースを展開いたしました。ここまでがスロー。そして4コース角には地元4号艇林義則です。昨日2走はいずれも0台スタートからの2着2本、特に2走目は切れ味抜群のターンを披露、調整支柱に収めたか4号艇林。そして今日の1走目、見事に逆転勝利をマークした菊池光平、6コースは6号艇平尾貴則。第8レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番、スタートしました。インコースから好スタート1号艇原田、3コースからは3号艇黒崎達也です。先に回る1号艇原田幸也につけまいった3号艇黒崎ですが、1号艇でこの狭いところズバッといった5号艇菊池光平が抜け出して独走態勢。1号艇原田幸也2番手、2号艇田堂実が3番手、後方6号艇4号艇3号艇。第8レーススタート正常です。抜け出しました5号艇菊池光平が2マーク取ってクリア、2号艇田堂実2番手でもありますが、前後ろ取って内をついて1号艇原田幸也が単独2番手、2号艇田堂実が3番手、上部の体系5番1番2番の体制、後方は少し差がついて4号艇3号艇6号艇となっています。上位の体系は5番1番2番2周1マークから向こう正面、先頭独走5号艇菊池光平、2番手1号艇原田幸也、くるっと回って2号艇田堂実が3番手、上位体系5番1番2番、4番手から3号艇黒崎達也追い上げていきますが、その差は4手順ほどか。上位体系は5番1番2番です。2周には折り返しホームストレッチに入ります。5号艇菊池光平が単独独走、1号艇原田幸也が2番手、2号艇田堂実が3番手、上位体系5番1番2番、最終周回に入っています。センター3コースは今日もパワフルな攻め見せた黒崎ですが、1号艇原田幸也が抵抗ややバタバタとして狭いところ、見事にシャープな旋回突き抜けていきました5号艇菊池光平。今日はピンピンの連勝ということになりそう。1号艇原田幸也踏ん張って2番手、2号艇田堂実が3番手、5番1番2番の体勢、3連単5-1-78.5 倍となっています。ラストコーナーからホームストレッチ独走体制、5号艇菊池光平先頭、1号艇原田幸也が2番手、2号艇田堂実が3番手、上位の体系5番1番2番で第8レースゴール。先頭5番菊池ゴリ、2番手1番原田ゴリ、3番手2番田堂ゴリ、3番黒崎ゴリ、4番林ゴリ、ラスト6番平尾ゴリです。